テロの第二の手紙第一章イエス・キリストのしもべまた使徒であるシメオン・ペテロから私たちの神と救い主イエス・キリストとの義によって私たちと同じ尊い信仰を授かった人々へ神と私たちの主イエスとを知ることによって恵みと平安とがあなた方に豊かに加わるように命と信心とに関わるすべてのことは主イエスの神聖な力によって私たちに与えられている。それはご自身の栄光と徳とによって私たちを召された方を知る知識によるのである。またそれらのものによって尊く大いなる約束が私たちに与えられている。それはあなた方が世にある欲のために滅びることを免れ、神の性質に預かるものとなるためである。それだからあなた方は力の限りを尽くしてあなた方の信仰に徳を加え、徳に知識を、知識に節制を、節制に忍耐を、忍耐に信心を、信心に兄弟愛を、兄弟愛に愛を加えなさい。これらのものがあなた方に備わっていよいよ豊かになるならば、私たちの主イエス・キリストを知る知識について、あなた方は怠る者、身を結ばない者となることはないであろう。これらのものを備えていない者は、盲人であり、禁止の者であり、自分の以前の罪が清められたことを忘れている者である。兄弟たちよ、それだからますます励んで、あなた方の受けた召しと選び人を確かなものにしなさい。そうすれば、決して過ちに陥ることはない。こうして私たちの主、また救い主イエス・キリストの永遠の国にいる恵みがあなた方に豊かに与えられるからである。それだからあなた方は、すでにこれらのことを知っており、また今持っている真理に固く立ってはいるが、私はこれらのことをいつもあなた方に思い起こさせたいのである。私がこの幕屋にいる間、あなた方に思い起こさせて、奮い立たせることが適当と思う。それは私たちの主イエス・キリストも私に示してくださったように、私のこの幕屋を脱ぎ去る時が間近であることを知っているからである。私が世を去った後にも、これらのことをあなた方にいつも思い出させるように努めよう。私たちの主イエス・キリストの力と来臨とをあなた方に知らせた時、私たちは巧みな作り話を用いることはしなかった。私たちがそのご意向の目撃者なのだからである。イエスは父なる神から誉れと栄光とをお受けになったが、その時おごそかな栄光の中から次のような御声がかかったのである。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。私たちもイエスと共に聖なる山にいて天から出たこの声を聞いたのである。こうして予言の言葉は私たちに一層確実なものになった。あなた方も夜が明け、明星が昇って、あなた方の心の中を照らすまで、この予言の言葉を暗闇に輝く灯火として、それに目を留めているがよい。聖書の予言はすべて自分勝手に解釈すべきでないことを、まず第一に知るべきである。なぜなら、予言は決して人間の意志から出たものではなく、人々が聖霊に感じ、神によって語ったものだからである。ペテロの第二の手紙、第二章。しかし、民の間に偽預言者が起こったことがあるが、それと同じく、あなた方の間にも偽教師が現れるであろう。彼らは滅びに至らせる異端を密かに持ち込み、自分たちをあがなってくださった主を否定して、速やかな滅亡を自分の身に招いている。また、大勢の人が彼らの放縦を見習い、そのために真理の道がそしりを受けるに至るのである。彼らは貪欲のために、諫言をもってあなた方を欺き、利を貪るであろう。彼らに対する裁きは昔から猶予なく行われ、彼らの滅亡も滞ることはない。神は罪を犯した御使いたちを許しておかないで、彼らを下界に陥れ、裁きの時まで暗闇の穴に閉じ込めておかれた。また古い世界をそのままにしておかないで、その不信仰な世界に洪水をきたらせ、ただ義の宣伝者ノアたち8人の者だけを保護された。またソドムとゴモラの町々を灰に着せしめて破滅に処し、不信仰に走ろうとする人々の見せしめとし、ただ非道の者どもの
芳醇な行いによって悩まされていた義人ロトだけを救い出された。この義人は彼らの間に住み、彼らの不法の行いを日々見聞きして、その正しい心を痛めていたのである。こういうわけで、主は信心深い者を試練の中から救い出し、また不義な者ども、特に汚れた情欲に溺れ、肉に従って歩み、また権威ある者を軽んじる人々を罰して、裁きの日まで閉じ込めておくべきことをよくご存知なのである。こういう人々は大胆不敵なわがままなものであって、栄光ある者たちをそしってはばかるところがない。しかし、御使いたちは、勢いにおいても力においても彼らに勝っているにかかわらず、彼らを主の御前に訴えそしることはしない。これらの者は捕らえられ、ほふられるために生まれてきた分別のない動物のようなもので、自分が知りもしないことをそしり、その不義の報いとして罰を受け、必ず滅ぼされてしまうのである。彼らは真昼でさえ、主食を楽しみ、あなた方と宴会に同席して、騙し事にふけっている。彼らは染みであり、傷である。その目は陰行を覆い、罪を犯して悪ことを知らない。彼らは心の定まらないものを誘惑し、その心は貪欲になれ、呪いの子となっている。彼らは正しい道から外れて迷いに陥り、ベオルの子バラムの道に従った。バラムは不義の実を愛し、そのために自分の過ちに対する咎めを受けた。物を言わないロバが人間の声で物を言い、この預言者の狂気じみた振る舞いを阻んだのである。この人々は、いわば水のない井戸、突風に吹き払われる霧であって、彼らには暗闇が用意されている。彼らは虚しい誇りを語り、迷いの中に生きている人々の間から、かろうじて逃れてきた者たちを、肉欲と色情とによって誘惑し、この人々に自由を与えると約束しながら、彼ら自身は滅亡の奴隷になっている。おおよそ人は征服者の奴隷となるものである。彼らが主、また救い主なるイエス・キリストを知ることにより、この世の汚れから逃れた後、またそれに巻き込まれて征服されるならば、彼らの後の状態は、初めよりももっと悪くなる。義の道を心得ていながら、自分に授けられた聖なる戒めに背くよりは、むしろ義の道を知らなかった方がよい。ことわざに、犬は自分の吐いたものに帰り、豚は現れても、また泥の中に転がっていく、とあるが、彼らの身に起こったことはその通りである。ペテロの第二の手紙、第三章。愛する者たちよ、私は今、この第二の手紙をあなた方に書き送り、これらの手紙によって記憶を呼び起こし、あなた方の純真な心を奮い立たせようとした。それは聖なる預言者たちがあらかじめ語った言葉と、あなた方の人たちが伝えた主なる救い主の戒めとを思い出させるためである。まず次のことを知るべきである。終わりの時にあざける者たちがあざけりながら出てきて、自分の欲情のままに生活し、主の来臨の約束はどうなったのか、先祖たちが眠りについてから、すべてのものは天地創造の始めからそのままであって変わってはいない、というであろう。すなわち彼らはこのことを認めようとはしない。古い昔に天が存在し、地は神の言葉によって水が元になり、また水によってなったのであるが、その時の世界は御言葉により水で覆われて滅んでしまった。しかし今の天と地とは同じ御言葉によって保存され、不信仰な人々が裁かれ、滅ぼされるべき日に火で焼かれる時までそのまま保たれているのである。愛する者たちよ、この一時を忘れてはならない。主にあっては一日は千年のようであり、千年は一日のようである。ある人々が遅いと思っているように、主は約束の実行を遅くしておられるのではない。ただ一人も滅びることがなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのである。しかし主の日は盗人のように襲ってくる。その日には天は大音響を立てて消え去り、天体は焼けて崩れ、地とその上に作り出されたものも皆焼き尽くされるであろう。このようにこれらは皆崩れ落ちていくものであるから、神の日の到来を熱心に待ち望んでいるあなた方は、
極力、清く、信心深い行いをしていなければならない。その日には天は燃え崩れ、天体は焼け失せてしまう。しかし私たちは、神の約束に従って、義の住む新しい天と新しい地とを待ち望んでいる。愛する者たちよ、それだからこの日を待っているあなた方は、シミもなく傷もなく、安らかな心で神の御前に出られるように励みなさい。また私たちの主の寛容は救いのためであると思いなさい。このことは私たちの愛する兄弟パウロが彼に与えられた知恵によってあなた方に書き送った通りである。彼はどの手紙にもこれらのことを述べている。その手紙の中にはところどころわかりにくい箇所もあって、無学で心の定まらない者たちは他の聖書についてもしているように無理な解釈を施して自分の滅亡を招いている。愛する者たちよ、それだからあなた方はかねてから心がけているように、非道の者の惑わしに誘い込まれて、あなた方自身の確信を失うことのないように心がけなさい。そして私たちの主、また救い主イエス・キリストの恵みと知識とにおいて、ますます豊かになりなさい。栄光が今も、また永遠の日に至るまでも主にあるように。アーメン。